2021年の12月30日でございます。僕は鹿児島県の喜界島をサイクリングしております。昨日のね夜5時発の船に乗って朝4時に喜界島に着いた時の感想は相対的にあったかいね。ものすごくあったかいというわけじゃないんだけども、そんなに厚着する必要性がないというね、まあ相対的に比べると鹿児島市内よりはあったかい、そういう印象がしております。サトウキビですもんね。サトウキビが生えてるだけでなんかあったかい気持ちになっちゃいますね。まああったかいといっても寒波が来ればね多分それなりに寒くなるんじゃないのかなと思うんですけどね。まあ今日の9時の船に乗って明日の朝また鹿児島市内に戻るんでね、その時にまた相対的に寒く感じるんじゃないかなと思いますね。